3月29日火曜日の全国の天気をお伝えします。今日は東北南部から九州にかけて雲の多い空です。西日本の太平洋側沿岸地域では雨の降ることがあり、東日本もゆっくり天気は下り坂です。東海は午後から、そして関東南部でも夕方以降ポツポツと雨の降る可能性がありますのでお気をつけください。九州北部や中国地方は次第に晴れ間が広がりそうです。東北北部や北海道、今日は穏やかな春の日差しが降り注ぎます。最高気温は札幌11度、また日本海側の各地は昨日よりも上がるところが多そうです。一方で太平洋側は東京13度、名古屋15度と空気がひんやりと感じられそうですので、服装で上手に調節を行ってください。沖縄は雲優勢の空で雨の降ることがありそうです。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。